だ終わりましたありがとうございますでますさか身分証明書まで出してっていうのは驚いたけどうん警察来たの警察が3人ぐらい来たで騒音問題だねあの近隣の方々が、ね「怒ってます」と「声をトーンを下げてください」と「何やってたんですか?」と「人殺してたんですか?」とか。 いや、あの生配信をやってました、まあ人殺した言い過ぎだけど、生配信やってましたって言ったんだよ。そうしたら、あーって納得してくれて、で、わかりました。もう今後は気をつけてくださいねと。して、それも帰りましたね。3人組が。で、あの、大きな声出してしまって、本当申し訳ございません。近隣の方々。はい。あの、イベント中だったんですよ。あの、この言い訳つた、たあの、言い訳が、 ね。あの、通用するか分かんないんですけど、イベント最終日だったんですよ。だから僕も気合入るじゃないですか、イベント最終日は。だから、ちょっと気合入って、ちょっと大きな声出しました。はい。でももう、ちょっとやめときます。最終日は。近隣の方々、あの、前もイベント最終日に警官来たんだよ。イベント最終日は絶対警官が来るんだよ。 だから、もうちょっと、今度からは、外配信とか、そっちにします、ちょっと。シフトチェンジして。カラオケとか、ホテルとかで。すいませんでした。いや、まあ、警察で良かった、逆に。俺、正直ね、ピンポン鳴った時に、12時過ぎてたんだよ。だから、なんだろうと思うわけじゃん。いや、怖いな、怖いなって。で、見に行ったら、警官だって良かった。俺、ユイガさんを殺した犯人が、 来たよかっただから。ってことでまあいろいろ昨日ありましたけれど中途半端に終わっちゃったのでまず最初に昨日イベントを応援してくれた方々本当にありがとうございます。感謝感激雨あられ皆さんの行いのより賞金10万円ゲットです。ありがとうございます。 これからも末永く私パルパル今年もよろしくお,、ね、お願いいたしますではやっていきますかはい昼間はねそんなこと言われないんだけど、えー、夜はやっぱし深夜帯っていうのもあるしねタイミング良かったタイミングがうんじゃあいきますおはようございますウワッチ この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんの情報を共有し知っていこうという枠です昨日何があったのかな昨日何起きたのそれを知れる放送枠となっているので知りたい方は見てってください。注意事項として間違っている古いとコメントを連動する方がいます。 悪いです昨日起きた出来事を話すわけですからさらに間違っているよとコメントをつく方がいますそれはありがたいです間違った情報より正しい情報間違っていたら指摘してくださいこれはみんなで作っていく放送枠なのでではやってきますフワッチ大炎上ニュースですよろしくお願いします 声でかいよ昼間は知らねえよはっきり言うけど昼間で文句言われる筋合いやないね、うん、夜ならわかるけどよろしくお願いしますはいじゃあ早速1つ目のニュースからああ花火ありがとうございます嬉しいすいませんえふわっち大炎上 ニュースですと言いたいところですが、ふわっち、社会的ニュースです。ああ社会的ニュースって何と言ったあなた。社会的ニュースとは、え昨日え起きた社会に影響を与えたニュースをピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。なので、ためになるニュースなので、よかったら見ててください。はい。 なので、ふわっち、社会的ニュースです。よろしくお願いします。じゃあ、まず、社会的ニュースが、これです。えっとですね。いや、これはびっくりしました。皆さん。広角機動隊って知ってますかアニメの。 古いアニメなんですけど、頭の中にチップを入れたりとか、まあ、そういった、まあ、あの、SF アニメなんですけれど、それが現実になりそうです。はい。こんなこと、ね、えこれはすごいなえー、こんなことが本当にあるんだね。 これですねテレパシーと呼ばれるチップの埋め込みは28日に行われた患者は順調に回復し初期の結果として脳神経から電気信号が確認されたというなんと脳みそに電脳チップが、ね、入ったそうですええニューラリンク社は脳にチップを埋め込み 病気や事故で体が不自由な人が思考だけでパソコンなどの操作ができることを目指し、これまで動物による研究を進めていたと。2023年9月には、えー、頸髄の損傷や ALS、えー、これまああの、あれだね。筋肉の病気だね。で、体を動すことができない21歳以上の人を対象に、 臨床試験の参加者を募集していたということです。チップって言ってるよね、俺、夏みかんちゃん。チップ。いや読めるよ、こんなの。えーえー、え、字、えこれ、わかんないよ。やっぱ読めないか、これ。筋移植性即相硬化症だよ、お前。えー、読めます。 読めますね、完全に。まあ、とりあえず、イーロン・マスクの会社が、ね、テレパシーって呼ばれるチップを患者に、ね、手術で入れたらしい。で脳みそで考えるその電気信号をキャッチしたという成功があったそうです。はい、だから皆さん、この一歩が大きな例えば、 僕がこうやって漢字がわからないわけじゃないですか。読み方とか。でもチップ入れてれば、スラスラと読めるようになるわけですよ。ええー。チップ入れてれば、YouTube も頭の中で想像で見れるわけ。すごい世の中ですよ。でも、ちょっと懸念はあります。チップ入れて、ハッキングされて操作されないかとか。そういうのもありますからね。 本当に、光学機動隊みたいな SF アニメですよ。ええー、いやいや、ちょっと違くない。まあ、あのさ、近い将来じゃなくて、遠い将来を今言ってるんだよ。これが入ったってことは、電脳機械になる可能性もあるよ。わかる光学機動隊みたいに。ということで、まあ、我々は生きてる時にはそんなの実現しないと思うけど、 まあ、100年、200年後は、そんな世界になってるんじゃないでしょうか。じゃあ、次のニュースいきます。はい。いや、俺、広角機動隊を3周してるからね。悪いけど。頭はね、いいんだよ。うん。広角機動隊3回見れば、頭良くなるからね。見てください。面白いんで。難しいアリメだからね。 はい。アニメは分からないかアニメを。じゃあ次、次が、いやー、これは怖いなー風俗すき、風俗好きな人います風俗が、風俗通いの、で、ね、男の方々。こんな事件があったそうです。怖いね、これは。なんとですね、 滝川ガレスさん,なんのからなんですけれどこんなことがあす。「ガレス梅毒に、えー、感染した風俗嬢がホストに貢ぐ金を稼ぐために自分ではなく友人の性病検査結果を在籍風俗店に提出し えー、ここ数か月間で全国並み裏裏にいてデカサギ梅毒パンデミックが引き起こしている件をまとめろという DM をいただきましたがこのような終わりみたいな事件で悲しすぎるので取り上げませんということです、えー、あつつ裏裏ね、えー、すいませんつつ裏裏ありがとうございますなんとですね 梅毒をね、隠して風俗で働いてる女がいるんですよってことです。はい、しかも一人や二人じゃなく全国的にということで。で、友達に性病検査の結果を持ってきて店に見せて偽装するなんていうこともあると。怖いねーえ。ホストのね、ためにさ、金を見ず、 稼ぐためにやってるらしいです。だから梅毒も流行っているということらしいですね。あのー、まあ、こんなこと言いたくはないんですけど、デルヘル呼ぶじゃないですか。僕、噂程度でしか聞いたことないけど、デルヘルを呼んで、まあ、デルヘルって基本的にはもう入れないんですよ。でもね、噂で聞いたことがあるんだけど、 2万3万で裏オプションでねやれるって聞いたことがあるんだよ。皆さんそんなことしてませんよねやってませんよねデルヘルで。梅毒なるかもしれませんよ。はーい。大丈夫ですかやらないやらない。2、3万払ってさ、デルヘルと本番なんてお前。 そんならソープ行くでしょ。2、3万払うなら。デルヘル呼んだら2万ぐらいするでしょ。で、2、3万5万ぐらいそんなもんも高級風俗行けるじゃん。ソープ。そっちの方がいいよね。ええー。でも、やれるかやれないかっていう、ね、あの、境界線っていうのは男は楽しいけどね。例えば、デルヘルの子がただしゃぶってるだけ。あ、しゃぶってるだけだ。入れたいな。 そのこのねわかるかな綱引きじゃないけれどあれ、えー、駆け引きこれが楽しいっていう人もいるからねまあ何せ風俗は、ね、気をつけてくださいねはい風俗は気をつけてねみんなお前やけに詳しいないや詳しくないよ全然ただ気をつけてねってことで あの俺ね高級風俗とか風俗とか高級デルヘルとか調べたことがあるのい一瞬網羅して掲示板とか見てうん俺だって男の子ですから昔ねデルヘル行ったことありますよおごってもらったりとかええー、そんなのは経験ありますよはっきり言うけれどだから調べたりしますもんねそういうのは今もだろ今行ってません 佐藤さん様がいるので、言ってないです。ええー。ってことですね。じゃあ、そういうことで。じゃあ、次のニュースいきます。えー、次が、なんとですね、これは、一番びっくりしました。何かしらの関係性はあるのかなと。 思いたいた事件です神奈川県警と佐賀県警が総勢32人を逮捕したという、えー、ことを発表しましたはいそれがこれ32人えっとですねこれか、まあ、昨日も紹介したんですけど 覚醒剤密売グループ元締めか、暴力団幹部逮捕、神奈川県警と合同捜査で県内の客など32人を検挙、佐賀県ってことです。なんと、えー、覚醒剤2 2キロと大麻5キログラムが営利目的で所持していた幹部の暴力団の人が逮捕されたと。で、26名の客と6名の売人が一斉に逮捕されたということらしいです。 末端価格は4000万っていう鳩込めがあったんで多分4000万ぐらいですねでこれが何の関係があるんだって話なんだけどユイガさんに関係あるんじゃないかという話ですまあ闇バイトをやってたユイガさんやくしさんが大麻らしきね段ボールを運んで仕事していたって話もあるんで東京ではい全然つながりはあるかなと思いますね ジャジャさんも最近逮捕されましたからね。ええー。あと神奈川県警。ユイガさんが殺された現場は神奈川。ああ、何かしらの関連はあるんじゃないかと思います。何でも繋げたいんやろいや、そう思うしかないよね。繋げたいというか、繋がっちゃうよね。いや、それがさ、これが、東京の、ええー、 秋田県とかさ、ね、福岡県だったらわかるけど、神奈川県県っていうのはどうしてもミス、結びついちゃうよ。えー、秋田はしつこい、あのさ、秋田とかしつこい豚とか言ってるけど、お前らが意思でね、俺の放送を見てるわけでしょ何でもかんでもね、つまらないね、しつこいっていうのは、俺の責任するなよしつこいだ、お前だよはっきり言うけど。 自己責任なら見てるのが。それなら他人のせいにして、甘ちゃんだね。甘ちゃん。お前みたいな甘えたガキは、ボコボコにしたいねはっきり言うけれど。俺が先輩だったら、お前いじめてるよ。うん。ってことです。まあ、そういうことで、ふわっち、社会的ニュースでした。ありがとうございます。じゃあ、ここから、えフワふわっち、 大炎上ニュースです。よろしくお願いします。本筋ですね。はい。おいおい、ガタガタ抜かしてるやつ多いな。本当にいじめちゃおうかな。お前、いじめられっ子だろ。だからインターネットで匿名で書いてんだろ。お前、いじめちゃうぞ。あまり調子こいでると。な。 ああ、そう。じゃあ、いじめちゃいます。ええー。脅迫で通報しました。こいつ、いじめます。ええー、ブロックです。ええー、いじめちゃうぞあいどんどんいじめていくからね。他にいますかいじめられたい子。ええー、僕の人差し指が炸裂するんでね。いじめちゃうぞ、マジで。 じゃあ、こっから、え、ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。じゃあ、まず早速、一つ目のニュースから。たくさんこうやってね、誹謗中傷のコメントが流れてるんですけど、僕はね、あの、実はリスナーさんだけではなく、配信者にも誹謗中傷されていることが判明しました。それがこの方です。 いや、これはひどいっすね。俺はもう衝撃は知ってますよ。名前が知ってるかなえニコ生の伝説配信者、ミツルさんですね。パルパルってやつ、キ・エムと書いてます。多分、このエムはモですね。はい。なので、キモです。許せない。これ誰だよって俺は知ってるんだけど、こいつはニコ生で、 あの、クザに喧嘩売ったりとかしてた伝説的な配信者、みずるさんですね。YouTube でも再生回数15万とか30万再生を、ね、叩き出している人間なんですよ。最近、ふわっちに参入したんですよね。なぜか、俺が放送していた俺を多分見たんだろうね。それで肝って言ってるんですよ。喧嘩売ってるというか。はい。じゃあ僕からもアンサー返します。 あの、俺は、正直だからね、お前のこと知ってるんだけど、なんて言うんだろう。惨めだな、お前。うん、人に喧嘩売ってやる、その手法。もう古いから。な。そんなの、時代遅れ。まず、リスナーさん楽しませようっていう気持ちにならないと。まだガキみたいなことやってんのか情けない。エンターテイナー、エンターテイナーとしてね、 エンターテインメントを届けろよゴキブリ野郎がここまでにしときます。はい。まあそういうことで、みつるさんにディスられました。じゃあ次のニュースいきます。はい。え、次が、あ、これね、皆さん、報告です。はい。 鼻毛の坊っちゃんさんって知ってますかええー。鼻毛のっちゃんこの方が実は捕まっているんですよ。薬物関連で。奥さんにはめられたとか言ってるんですけれど。その中で、えー、昨日、えー、代筆が行われました。ツイッターで、はいえー。皆さん聞いてください。で、僕も代筆している方とつながっていて、 皆さんにあの伝えてくださいということで DM いただきました。それもちょっと公開します。まず一つ目がこれですね。花毛の坊ちゃんさんの、えー、ツイートを見ると、えー、まずユイガさんの死を聞いてね、ツイートをしてます。焙煎あんたらしくない死に方してんじゃねえよと。 マメゾンせめてすまんかったと。1 2 1三がなくて、121円、えー、ペイペイしてくれたこと忘れないからな。あの世でまた絡もうぜと。相手もあり得ます。ってことで、昔ね、マメゾンっていうアパートで住んでいたユイガさんに突撃して、スピーカーを大音量でね、上げてさ、豪まよ賜りした鼻毛さんが反省したということらしいです。はーい。 昨日のネタじゃねえかよ。使い回すのよ。お前、ブロックね。え、いじめ、ブロック、はい、ブロックです。で、まあ、そういうことだったということですね。で、えさらに、なんとですね、えっと、こんなこともツイートしていたということです。えっと、どれだっかな。 これか。えー、原毛の坊ちゃん。本は5冊まで送れます。養分伊藤からの差し入れか面会をお待ちしていますと。DM ください、代理人よりと。なんと養分伊藤さんが個人的に指名されました。はい。で養分伊藤さんはなんで俺なんだろうと友だい、あの、困っています。ええー。 はナげはヨウムに対して会いたいということらしいですね。ご指名で。ヨウム行くのかねこれは。ヨウムの仲いいのちょっとイメージがないな。お一緒に遊んでたっけはい。パルなら行くのに俺は行,行かないね。うん。遠いから。東京でしょちょっと遠いですね。ってことですね。 で、DM の方を見ますね。はいリス。あのー、代筆している方から、鼻毛からの、えー、一応、代筆をいただきました。鼻<そ>毛の坊ちゃんの近況ということで。1月16日火曜日。 横浜地方裁判所相模原支部で、親分ありがとう。えー、私が、えー、なこれ、なんとか証人となり、裁判に行ってきましたと。上場証人これ。これ、なんて書いてるのこれ。白状証人上場証人何これ。なさ、なさ、なんだこれ。読めないな。情、情不正証人えー。 上場承人。あ、合ってるえー、バカいや、合ってんだよ、お前。はじめのやつで。えー、上場状人だよ、もう。上場証人。えー、合ってんバカ。上場承人となり、裁判に行ってきましたと。1月26日金曜、検察側からの、えー、論告休憩があったので、 弁護士に結果を聞きましたと。えー、論告休憩ですよ。合ってますよ、これは。いいですかで、2月の6日に判決が出るそうです。えー、この結果も弁護士に確認しようと思っていますと。具体的な契機は本人からのメッセージが来たら代出しますということで、2月の 6日に相模原でね、あのー、なんて言いますか、結果が出るらしいです。はい、で、花毛の坊ちゃんは現在、相模原高知町高知市高知市場にいますと、手紙や面会に行ってあげると本人喜ぶと思いますということです。いいですかえー、高知町ええー、 でラケラ坊っちゃんは、なんか諦めてるらしいよ。もう実刑は覚悟しているということらしいです。ええー、だからまあ、懲役1年6ヶ月とかそんなふうになるんじゃない ?2 年とか。なんで捕まったんだよさっき言った715。お前なんでいるの途中から来て。偉そうにしてんじゃねえぞ、お前鍵がいや。薬物ね。ええー。 ということです。まあ、そういうことで、花毛の坊ちゃんは2月の6日にさ行われるんでね、興味がある方、行ってあげてください。じゃあ、次のニュースいきます。えー、えー、次が、あ、盛り上げ猫さん、ありがとうございます。拘置所ね、はい。なんと、ニコ生で、とんでもないことが起きたらしいです。 はい、あの有名な女優さんがニコ生をこっそりやっていたということで話題になりました。それがこの方です。誰当ててみて予想してみていや俺もびっくりしました。名前はええー。ラフタンさんから。 有名人やビビったこっそりと初配信ニコ生視聴,視聴中ということでわかりますこの顔、えー、川口春奈さんですなんだ川口春奈さんがこっそりニコ生をやってたということでね話題を呼んでたんですけれどどうやら 録画を流していたということらしいんですってちょ。真偽が分かんないんですよね。これは録画でいいんですかええー。マジなのかいや、そっくりさんではね、本物なんだけど。ええー。俺、川口春奈と結婚するのが夢なんだ。だから、このニュースはね、ふわっちもあるのかなと思ってさ、期待してるんだけど。ないかな、これ。 こっそりだからね。夢があるよ。川口春奈とね。付き合えたら夢があるよ、これ。枝切れかよ。まあ、こういう小ネタも挟んでいくということですね。じゃあ次のニュースいきます。はーい。え、次が、えっとですね。 あ、若林さん閲覧1000人超えということでね。皆さん若林さんで知ってますか若柳さんか昨日この方が1000人超えたらしいです。歌が上手い方ですね。若柳さん。知らないでしょはい。カラオケでちょっと時々 出てきてき歌うんですよで歌うと閲覧が1,000人を超える本物のあのー、魅力だけで閲覧集めている人間ですねすごい上手だったよまあ前ね録音で流したんだけど本当に上手ですえ流してよ録音ちょっと待って録音あったかな めっちゃ古いからね、これ若、ね、若柳さんの録音。持ってたかな、これえ。昨日の持ってないんだけど、いつのやつだっけ、これ。段取り悪いよ。いや、録音してないんだよ、昨日のやつ。サーバー症候群だね。はい。前流したからいいかなと思ったんで、でも聞きたい。 ないっていう人が多いから、ちょっと探すわいつだっけが若、若柳さんが歌ってたやつ。録音ないのかな。だから、あの、ろ、録音持ってない、録音。しっかりしろ。 ちょっとあの録音、また後で探しときます。とりあえず閲覧1000人超えでいいですかはい、その代わりっちゃその代わりなんですけど、ね、このポトちゃまさんが、このサウナボーイさんが頂い,いたんですけど、下乳がさらされたということです。ポロリがあったそうですね。現在も放送中ということで、ね。 なんか下ブラジャーつけてなくてブカブカの服を履いてんだよで動くとたまに谷間とかね乳首が見えるということですはい興味がある方はね見てください狙ってますで完全に俺はこれ見るとあ下着ついてるかこれどうなんだ ブラついてるようにも見えるな。なんか、下地が見えてて。これ、ブラじゃついてんのかなすごいエッチなやつ出てるよ、これ。ポトチャマさん。サウナボーイさん、ありがとう。ってことですね。じゃあ、次のニュースいきます。 えー、しょうもないネタばっかしかないじゃ次はあのせいさんいきますねせ、はいセイさんの家にガチ,アンチョガチアンチが現れたそうですねなんかバール持ってええー、それがこの方怖かったせいさんの家にアンチが来たそうですねそれがこの方ですね 知ってますかこの方。ええー。アンチョはいいんだよ。アンチね。怖いね、これ。誰だ、これ。政治の家に着いた。閲覧千人超えです。アンチョさん、あ、アンチじゃなくて、アンチョさんね。ええー。聖児殺されるのかっていう流れがあったんですよ。だけど、意外にアンチョさん、あのー、 結構臨機応変にね、対応できる方で、そのまま相撲対決になりました。はい。昨日配信始めたんだ。一応、不発っち審心の方で動画が上がってるんで、それをちょっと見よっか。怖い。だからね、あんま住所ね、ばらしたくないんだよ。こういう変なのが来るからさ。 怖いよね、はっきり言うけど。いいねええ。相撲対決。

勝てるやついないんじゃないっすもん。おう、三回と三回とも負けてるよ。結構でかいやつが。お疲,お疲れ様です。ありがとうございます。ええー。いや、俺はね、一回だけしか勝ってない。あのね、誠さんとは三回やったんだよ。昔ね。で、誠さんは二勝、俺は一勝で一敗二敗なんだよ。 ん勝ち越してん,んよああ昔の話だけどねギャラリーね足をへし折るも、まあそのね飲みの席で相撲リベンジあったんだけどちょっとそれはねあその時の相撲は、まあ、不意あのまああのー、ちょっとねいろいろありましてすいませんちょっと申し訳ないです。 ちょっとその話題はもうあんま出さないでよ、もう。ね。もう、やめてよ、もう去年の話は。もうほんと、おかしくなっちゃう。ごめんなさい、お鉄さんすいません。DM 見ろお前、自信があるんだな ?DM 見るわ。自信があんのかその DM は。 命令口調で言ってるけどどの DM だよお前ああこれかなあらこの方かなヒロさんからえーテン 谷間をさらしたのかなそれで1週間番です。やばい、滑る、滑る。はい。すごい、番が多いね。こう、てんてんさんで誰だ俺知らないんだけど、昨日、番になっちゃったということですね。谷間だけで、あえて谷間を寄せてるんだよ。それで、多分通報で番になったって感じですね。 ボンクラッシャーとかやめてください。はい、酔ってたんでね酔って勢いでちょっとだからテツさんが折れたのは俺がセージを相撲で押してセージが倒れるその下に哲さんがいたんだよだから誠ジはサンドイッチの具みたいになっててテツさんの足がそこに落ちたわけだから俺は100当時150ぐらいあったかな せいさんが120とか270キロの体重が勢いのまま足の方の部分変にこう,こう曲がっちゃったっていう事件があったんですよ。それは本当にす,すいません、本当申し訳ないです。はい。申し訳ない。お金に関してはまだ連絡が来てないです。はい。連絡が来てるんだけど、ちょっと待っててくださいって言って。 もう、ね、あのー、結構ね待ってるんですけど、はい、まあ僕はありがたいんですけどただいちょっと怖いですねいくらになるのかが <laughs> 卑怯なクソデブはいすいません <laughs> ええ故意はないってうもう今は足直って歩いてますちなみに言うけれど 骨折は完全に治ったんですけど、多分弁護士さん頼んで算出してんじゃない金額はある程度言われたけどね。はい。金額は、まあ、僕の住民税ぐらいですかね。ええー。それ以上は言えないです。住民税ぐらい。ほとすいません、哲さん。じゃあ、 次のニュースいきます、まあ。政治の家にガチアンチが登場、登場。バールを持ってアンチョさんという方が、えー、登場したと。山田部長も来て、えー、その相撲の部分を、えー、まあ、なって戦って負けたということです。3回とも。じゃあ次のニュースいきますね。えー、次が、 えーっと、なんだっけいっぱいあるんだよ。金杯さんが退院です。すいません。今日はなんかいっぱいあってね、1時間じゃ収まりきらないですね、これ。金杯バイさんが退4.5リットルの水を抜いたということで、えー、き昨日ね、放送してました。 お腹の部分も具合としてあのポッコリと、えー、抜いた後のお腹を公開してましたねだいぶましになってると2リットルぐらいの水はまだ残っててちょっとあの感覚的にあるらしいんですけど、はい、でもう飲むなよっていう方もいると思うんですがその後金ンさん えー、黒ラベル飲んでましたね美味しそうにええー、だからもう抜いたから楽になったから、まあ、また飲んでるって感じですで2週間2週間開けたらまた抜けれる抜けれるらしいんでねはいもう、まあ、これだと多分今年中にいっちゃうかもしれない本当に冗談抜きで ちょっ,と持って欲しいね金さんあ10年50年とね死なないでほしいよ。俺金梅さん大好きだからみんなもそうでしょこんなさアルコール摂取してたらさほんと行かれちゃうよ。ってことですね。会える金さんは 自分のアパートだっけマンションに来るとまあちょっと拒否ってるっていうことを言ってたんでまたなんかね誘われたら絶対行くようにしますはい金前さんは炎上ニュースのネタのためか分からんけど俺に LINE くれるからさみんなに送ってると思うけどそれで紹介してるからええー、行かないくせにいやもう行くよ死ぬ前にね いてことで、金杯さん、腹、えー、水で苦しんでて、4.5リットルの水を抜いたと。その後、退院して酒飲みました。はい。じゃ次のニュースいきます。えー、次が、えっ、ー、と、なんだこれ。あ、これね、太郎くんだね。太郎くんのげしさんと、太郎くんが昨日、喧嘩したそうですね。 えー、にゃむちゃんとユンボさんに対して「めんどくさい」と「ブチギれ」「ファンタスティック」投げた後に「さよなら」という言葉を残してそれで太郎くんがブチ切れたそうです、はい、実はね結構投げている方が結構、まあ、ラ,ラジコンというか、まあ、結構言ってたらしくてそれを我慢して太郎君が「もういいわ」っつって酒飲んでてあのー、ちょっと酔っ払ってた部分もあるんですけど。 えー、まあ金でラジコンっていうかね、えー、まあラジコンか、えー、それに対して太郎くの我慢の限界が来てもういいわ別に金じゃないと、えー、あのー、そ,うそういうので金でなんかやるのはちょっとない違うってうことを言ってたということですねいや俺は金もらったらラジコンになりますよはっきり言うけどえー、ファンタスティックくれたらラジコンします 金のために生き,生きてる男なんで、えー、だからファンタスティック投げてくださいね。アイラまだなにアイラがどうしたのなにどれアイラなにアイラって。<ん>アイラが亡くなったの本当それはどこ情報なの ちなみに、アイラがなんで放送してないかは俺知ってる。うん。生きてると思いますよ。俺、アイラと裏で連絡取ってるんだよ。今は取ってないけど、いろいろとお話をね、してたんですよ。だから、それで忙しいんじゃないうん。ソースはソースも何も あいらに聞けばいいと思う。はい。そのうち出てくるよ。とんでもないね、ものを持ってきて。えー、それで、たぶん。えやった高一、新潟県の南魚沼市のスキー場の住み込み先で身柄確保マジえー、嘘これ。 嘘どっち嘘ついて通報ねお前。本当にどっち嘘本当どっちえー。はったか。 いやニュースになってないね。嘘か、これ。えー、あ、これか。5時間前のやつね。八田容疑者に似ている男性が派遣の住み込みで働いている。 有力情報提供をもとに元警部が確認も別人声が違う耳も違うほくろの位置も違ったと全然違うじゃんお前おい違ったって言ってんじゃんお前おい本当にお前嘘つくなよお前嘘つき野郎がちょっと俺もハトコめ他にネタないのかよってことですねじゃあ次のニュースいきます まあ、太郎くんが投げしさんと喧嘩したということですね。<laughs> えー、次が、えー、あ、部長山田の今月稼いだ額が大体発表されました。はい。200万円です。200万円超えてるそうです。ちなみに山田部長より俺収入低いです。はい。200万だって、すごいね。 特派員さんで見れますそれはええということですねじゃあえほんは今回本タイトルにしようかなと思ってたんですけど中村くんがやってたんでかぶるなと思って変えたやつなんですけどじゃあいきます本当本タイトルみたいな言い方するんですけど とある配信者が内容証明。なんとあの女性配信者が内容証明送られたそうです。配信者の配信者が。えー配信者から配信者へ。あの人気女性配信者二人が揉めてます。まずその人の名前はこの方ですね。 送られてきた人ですねそれがあちなみにあのユリアの現在ユリアのガルバで出勤中です、はい、応援してあげてくださいえっとあとねこれもありますねちょっと小ネタ挟んでいきますね なかったんだけどくるちゃんが大阪に引っ越します今日引っ越しということではい東京から大阪約8年間住んでた場所から離れるということですね8年間東京に住んでたということだね、えー、さようならクルちゃんで、えー、話戻 殴られやみいこちゃんが、えー、内容証明が送られてきたということを報告しました。で、まあまの件についてのご報告と。えー、これはまゆちゃんですね。なんだ、まゆちゃんから弁護士を通して内容証明が届いたそうです。殴られやみいこちゃん。 で内容は一応出してくれました昨日スクショ撮ってねってことで俺リアルタイムで見てて撮ったんだけどです、ね、字がね細かいんですけれど通知書ということで内容証明書の通知書が来たらしいですでちょっとこれ全部、ね、読むのがもうだるいんで自分なりにあの見たんですけど えーっとですねなんだっけなまあ名誉毀損ですねはい障害者から金を巻き上げているという発言と男女交際公開っていう部分で訴えられたそうだねだから名誉毀損ということで読めやじゃあアップして読むかこれ読みづらいんだけど これ,全これ目悪いしえ背景えまず何て書いてんのこれ初めから読めないわ背景で合ってんのこれ。 えー、これなんて読むんだこれまあいいじゃんこれは、まあ、100万円ほどの請求を受けてるらしいですねはいいやポイントは読んだじゃん障害者の金を巻き上げることとねあと男女の交際を発表したこと この2件が名誉毀損に当たるということでね、請求額100万円ってことだよ、お前。言っておくけど内容はその状態だからな、お前。もういいよ、みっこちゃんに電話します。払ったのだから今から裁判するかどうかの、あの、その内容通知書。はい。で、みっこちゃんは、 お母さんにも相談したらしくてお母さんは、ね「あんたもやったらんかい」って言われたらしくてみいこちゃんも逆にやってやるわっていうことでやる気満々です、はい、ええみこちゃんもやり返すということを言ってましたえー、っと ミイコちゃんどれだっけこれか <noise> 1>, 1時から面接じゃダメじゃんええー、じゃあ真ちゃんだね アッパ取ってけばかすいません。出てるか、まゆちゃんも。出てくれないわ、これ。えー、<laughs> ってことで、まあ、とりあえず、殴られみいこちゃんとまゆちゃんが、ね、まあ、裁判ですね。まあ、裁判になりかけているということです。みいこちゃんも 真悠ちゃんにあられもないことも言われたということで特に美子ちゃんのお母さんが怒っているとなのでまあお互いに内容証明内容通知書を送って多分裁判になる流れとなっていますはーいってことですねまあ正直言ってまあ配信者だからね言っていいことで悪いことがあると思うんだけれど 仲良かったからね裁判になってほしくないなって気持ちですよ本当に徹底的にやればいいじゃんまあそうなんだけれど本当になってほしくないなって気持ちですじゃあ次のニュースいきますはい 次があなんだこれユイガさんの最新情報なんですけどちょっと瓜田さんから連絡来てます電話してみますちょっと出るかな あ、どうもはじめましてウリタさん。あどうもどうもはじめまして。あのすみません今僕放送してまして。あいいですよ。いいですよ。申し訳ないです。どどうしました。さっきね。はい。あさっきねあの YouTube で YouTube の切り抜きみたいなやつで。はい。あのパルパル君の放送が上がってて。はい。あなんかやってんなとかって消えてたら。はい。クイさんの話題してだから。あそうですね。はい。そうそうそうでいくつかちょっとねあの間違って伝わってたら嫌だなと思って。あ。 すみません、はい<俺>お願いします。俺、俺ね、すぐ前もね、パルパルクに一回かけてるんですよ。あ、ですね、かかってきてて、ちょっとビビっちゃって出れなかったす。<laughs> ったすみません。今もビビってるんですけど、申し訳ないです。大丈夫ですよ。はい、じゃあなんかね、あの、俺クシさんから聞いた闇バイトの住所、はい。ビルのね、あの明確な住所は知らないんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい。あのね、クシさん、クシさん自身もそのまあ、ええ、クシさんからあのなんだろう。 ね、全部を聞いたわけじゃないんで、はい、でクシさんもあの俺を信用してくれてのことだからあの、ええ、いろいろ話せないことが多いんですけどです、ねはい、多分ねそのクシさんとかクシさんの周りにいる人がこの辺に多分出入りしてましたよっていうところのわりは分かってて新<橋>いやその場所言えないんですけどある駅の、ええ、その。 おおね、路地裏の方にちょっと目立つ飲食店があってその飲食店の入ってる何軒か裏の方のビルダーみたいな認識だからその分かってたら、ね、俺も行けるんだけどあそうですね売りタさん行く人ですもんねそうそう、はい、だから、ね、分かってないんですよねあじゃあ住所自体はじゃあ分かってないじゃあ間違ったこと言ってますねすいませんじゃあ知ってるみたいな言い方しちゃってたんでいやいや全然大丈夫<お>ほんで、はい 俺もそのパルパル君と同じ印象で、はい、クッシさンってなんかそのソースがないとか証拠がないみたいなこと結構言われちゃうじゃないですか言われてますね<の>はいこういうことやってこういう配信とかやってるとか、はい、だけどなんかそうじゃない部分って俺結構あってなんだろうその証拠がないからそうそうそう証拠がないからじゃあ信用しないとか証拠をいちお前らに出さなきゃいけないのかとかっていう部分じゃないじゃないですかはい。 ね、情報としてそう情報としてちゃんとしてるかどうかに一番俺前提にあるのがその人の人間性とかなんですよはい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 か喋り方とかわかりますだから、はい、俺もパルパル君と一緒でこの人って嘘がないただの臆るような人なんだなみたいな認識だったのあ,あの、ね、クッサに対してはいだけど全く俺も同じでちょいちょいアカウントが復活したとか何とかとかって耳に入るからあそうなんですよ <laughs> あいみたいなあので どうなのお前みたいなあ直接電話してますもんね瓜田さんはそう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 それに関しては電話しましたその復活したやつはいや余計なこと俺言わないんであ<っ>好きなようにして,てありがとうございますいいとりあえず復活したのは本当ですねくしさんがゆいがさんのオープンチャットっていう LINE のオープンチャットがありまして考察してるんですよみんなそしたら久志さんのこと監視してる人がアカウントを貼って、うん くしさんが ID と名前を変えてるとで本当に変えていたっていうことが判明してくしさは本当に信,信用できるのかっていうことで話題になってますねなんかでも、はい、目的があるのかもしれないねそのな,んかなんか仕事してるみたいだからあうですねなん,かうんなんか食べていくためにとか、はい、分かんないけど発信自体が趣味なのかななんかしてたいのかもしれないねもしかしたらどうなんですかねくしさんは。 まあ <laughs> 全く関係ない説もあるしねだってそれを結びつけようと思ったら今回のその洪平家のシャブの高東区のビジネスホテルの事件もあ,、はい、あれだって別に三年23年前からずっと追ってるし<あ>追ってるみたいだし警察がだからそれも結びつけようと思えば、えー、取引した洪平家の,その飯塚さんって人が。はい 取引をしたそのホテルが江東区だから、ええ、この間の江東区の飛び降りとも結びつけるのに結びつけれるし、あくまで SNS 上で、その、一大ネットワークみたいにして、その封筒で送りつける形取ってたみたいで、あの事件で<あ>その、はい,はいはいはい。もちろんテレグラムとかなんだろうけど、えええー、いくら欲しいですとか、手押しの野菜とか、なんかインゴ使って、それに対して、はい、あの、 封筒送りつけるみたいな SNS バ売にみたいなやつやってるらしいですけどそれだって結びつけようと思えばあの間取りも動いてるわけじゃないですか神奈川県警と佐賀と間取りと、ねはい、そうするとスズランにいたハイエースも間取りじゃないかとかああ<ー>も,も結びつああああそうなんだよねで神奈川県警っていうだけで全員がもう優雅な事件にしたいみたいなとこあるから、はい、あ,あでもでなんか普通に考えてあんま関係ないかなと思うんですよね俺は。 あの32人のやつは大変、うん、僕もそう思いますねなんか闇バイト系というか僕リスナーさんがいただいたんですけど、うん、LINE のやつもらったんですよねその LINE のやつをもらって見てみたらなんか配信のことはすごく詳しい内容だったんですよ LINE っていうのは<あ>誰でもないんですかあのね12月の29日に結賀さんでな、はい、あの亡くなったっていうニュースになったじゃないですか はい、で12月の30日の時にイガさんが送っている LINE が出てきたんですよ、うん、それは誰かリスナーとかにそうですねリスナーさんっていう方ですね、うん、はいはいあの TikTok のなげしさんとツー、うん、パックさんでいう子さんリスナーさんがいて、うん、でその12月30日っていうのはもう結賀さん亡くなってるじゃないですか はいはい。だから犯人がアリバイ工作で、そのラインを送ってるんですよね。あ、なるほどね。で、その内容を見ると、配信頑張ってくださいね、来年とか。はいはい。あとは、配信業っていうワードを使ってて、配信界を使って。そうです。そうです。配信界隈では、配信業っていうのはよく使われるんですけど、一般の方は使わないんですよね。うん、リスナーとかは言わないですよね、そんなん、ね。そう。言わないですね。あんまり。で、あとは。 極めつけはなんかザザさんっていう方が DM のやり取りしたらしくて12月30日ジャジャザザあザザですジャジャじゃなくてそれがなんかえみやびくんというワードを出していてはい、はい、でみやびくんに対して弁護士をつけてやるかみたいなことを犯人側が言ってるんですよええー、んかねその30日に、はい、そのー リスナー、まあ、が優雅なアカウントでやり取りしてるやつは俺はね雅くん便所かどっちか経由で見たことあるんですよそれあ送りましょうかあ一応んか多分それのことかなそうです多分それだと思いますよなんかでも俺ね<あ>その、はい、29が、まあ、27にやられたとして29ぐらいにその、うん、まあ報道だとして発見されてうん、うん でもその後全部30日以降のラインとかが全部犯人だみたいなのも俺は結構、なんかそのまやかしだと思っちゃってて。あってことは、全然、捏造もありえるしそのアカウントに入ったやつがいるのかもしれないけ、はい、そ,そこをかぐり出したらきりがないかな。まあ確かにかもしかしたら優雅が自分で作っていろんな人に送ってたやつが、はい、タイムラグで死後、携帯の復旧とか電波の復旧とともにさ送信されてる可能性もなくかないなとあ,<ー><々>あ。じゃ。 だからそこまで犯人って例えばその、まあ、別に俺も人殺したりしたことはないけど、ええ、何か本当にその後ろめたいやばい山踏んじゃった時の心理で、ええ、その子どものアリバイ工作みたいになんかその子どもの隠蔽工作みたいに、ええ、いちいちそんな余計怪しまれるようなラインを送ったりするかなと思うんですよねなんか。 なんか、犯人ってでも、はい,うん、はい、なんか犯人って、なんか間抜けなのかなと思っちゃってて。スペー,ースを、ユイガさん入れて、川に流すって間抜けじゃないですか、これ。いや、そもそも、はい、俺もそれなんか、最初に。なんかその中国人とか、そのプロの、不良の、不良のプロのやり方だったら、もうそのいちいちスイーツケースに入れないんですよ、多分、わかんないけど。 なんか俺それを最初に聞いた時にユイガの写真出回るじゃないですか当時<れ>の剣スが入ってんかああいう情報がすでに脳内にあるやつがやったと取れちゃうっすよねでもなんかじゃあその画像を見てるやつ見てるやつがこいつこれに入ってたんだからいゃいバカすぎていやわかんないですけどねあと俺あれもよくなんか今動画出回ってるじゃないですか,、はい、か YouTube のえっ、ー、と なんかよくわかんない YouTube のあの「おとろぎの館さんか、ね」なんとかの館あっそう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 、はい、そのなんとかの館のやつらがなんか四角い箱流れてくるのとかあげてるじゃないですか <laughs> ありましたね、はい、あれはあれとかもちゃんとニュース記事と照らし合わせてんのかなと思っちゃってだからその、ね、多分あいつらカメラに四六十貼っついていろんな拡大したりしていろいろ見たんだろうけど、はい、だけど結構前の産 k かな 産経か読売ウェブかどっちかでは30日とかの時点でああの1回目の、えー、まだ住所があの身元がわからないっていう状態で原田大之さん46歳とかで出たニュースの2段目で、はい、あの鈴蘭に住んでることが出たじゃないですかありましたねはいあの時ですでにもうその川に流れてはいなかったようなニュースがあるんですよそのなんかまあ岸の方だから流れ着いたとも取れるんだけど、はい、ええー 要はその河川敷には遺棄されてたけど結構川からはかけ離れた場所なんですよねああそうなんですねそこまで違う土が何層にも、はいうん、土が何層にもなってるようなところに、ええ、トランクケースがあったみたいなじゃあだからそもそも水に入ってない可能性もあるしそのまま置いていった説ですかうんわ、うん、かんないですけどね<ー>だけどあいつらが言ってる、ええ、まあそのゆうのくんがカメラであ、はい、あの河川敷の水位観測カメラの10本 あれとかも別にポイントが違ったから俺あんまノーマークだったんですよ。っていうのもその「殿町」でしたっけ「殿町」でしたっけみたいな発見された、はい。伝町」って書いて、はい、そこの、えー、定点カメラの次に上げてくるのがそこから結構何キロも離れてる幸い区のどこどことか、えー、で今度ぼやがあった白いバンが2台来てセダンとバンが。 スーツケースのものを取り出しているとか言ってるのは田園調布でとかポイントがずれすぎてたからあなるほど全然関係ねーやと思ってたんですよだけどあ,、はい、あのな,なんとかの館の見てると、うん、まあ一応ぼやもあるじゃないですかおかしいぞ一月の5日でしたっけはい犯人がでも衣類とかいう着てた着衣を燃やし燃やしきんのに、ええ ぼやするからって<ー>、水に流していいじゃないですか。はっきり言っちゃえば。まあ、そっちの方が、なんか、わかりづらそうですよね。なんか。んはい。もう、深い川にポーンって捨てれば。そうそう。分かんない、ね。だからあの辺をずっといじくってて、ほじくって考察してても、犯人像が浮かび上がるからしたら、全く時間の前 <laughs> あ<ー>。ああ。浮かび上がるんないです,すね。まあ、<laughs> ゆうの君は、なんか、自分の操作には自信があるってことですか。あ、いや、ゆうの君はね、あの、全然、はい。 間違いです、ああ驚きの館さんはい優野くんはあの本当に公募スズランクスノキずっとやってるじゃないですか、えーね、結構硬いところから入ってきてるのは、えーまあ、その登記簿だったり NPO のいろんな書類も見たんですよそしたら本当にあそこの山川でしたっけ、えーはい、クスノキの代表の,あの息子が理事やってて、えー、それがちょっとかつながってるっていう噂をは聞きましたそうそう,そう そ,でなんかそこの幹部っていうか,か56名名前があるんですよ役員名簿みたいなのに NGPO の更<い>生保護施設を運営してで上にいるのがヒューテックってあの河川敷で、えー、施工入ってるやつらで全日本であの映像では映像っていうかその僕らもスズラン行ったんですけど、はい、スズランの隣にゲレンデのベンツが泊まってる茶色いオフィスっていうか事務所があって、えー、そこがもうヒューテックなんですよ。 あそうなんです。もう近いですね。そう,そうそうそう。はい、近い近いです。で、代表が、その山川ってやつで、はい、山川だけの称号じゃないですけど、でもあ、名前はあんまり言わない方がいいかもしれないす。ああ、はい、そうかそうか、はい。なんか親子でやってて、はい、そこも、そのな、なんつうんだろう、あの、形状、その、売り上げとかはいろいろ記載されてる書類とかで見ると結構ね、すごいんですか、ね。あの、2、3人済ましてるだけで、1年間で、なんでこんなに、 その。そうそう、あの、そうそう、お金の。その。回ってるんですよね。すごい、なんか利益が出てるってことですか。あ、そうそうそう,そう。えー、だから、結びつけようと思ったら、それも結びつけれるし。はい、とか。で。そこ周りが、で、なんか、そこの厚生福祉施設に住んでいた、本当に頭の狂ったようなやつがいて。えーえー、そいつが、本当になんか、その腹に用事があって、こんこんって来ることが、何回かあったっていう証言を言うのが、結構。 聞いてるから多分そこそこからぶれないと思うんですよ。それを知ってるから。あ彼が言うのくん。はい、そうそうそう。頭で狂ったやつがもうそのねシャブかなんかの、はい、あの約束の薬持ってこなかったとかで、はい、ふざけんな腹みたいにこんこんこんって来てるのを知ってるから。ええー。だ,だけどはい。え、はい。だからそう考えるとじゃあ。 まあなんか優く君が言ってたんですけど薬の売買もやってるっていうなんか話もねインタビューした時に言ってたって言ってたんで俺でもねこれね、うん、そのシャブ頼んでて持ってこないやつが一人でブチ切れて「うん、腹ごねやろう」ってな,なるのはまだ100分でって分かるんですよ。はい、でもやっちまうがるなおねあやろうって家に上がって首絞めて、うん、てめえほんと「お前分からしてやるよ」っていうぐらいで。 月に10万12万でギリギリ暮らししてる同居人たちが一緒に手伝うことってありますとか土建屋とか車まで出して狂ったや気が腹に対して腹立って狂ったようなやつに加担します、うん、いや俺ならちょっと関わらんとこってなりますけど関わらないで自分のその日暮らしが精一杯じゃないですか、えー、普通に考えてそこに入れなくなるのも嫌だし確かに だってもし福祉受けてたら懲役なんかそのことで言って帰ってきたらもう打ちち切られゃ確かになんかあの裕野君がまたインタビューした時には、はい、なんか保護観察されていた人が急に行方不明になったっていうことを彼が語ってたんですよねインタビューしてた時にだからそれでなんか他にも行方不明になっている人が何人かいるってことをなんか聞いてて裕野君が。 いやでもね、あれ、年間、はい、だけでもさ、あの、俺とかは、ちゃんと、ええー、当時、身元不休経人っていうのがいたから、刑務所帰ってきた時に、はい、そういうとこに行かないでも、自分の新宿の家に帰れたんですけど、大体、ええ、身元不休経人いない奴らが、その、そういうとこに一回帰るんですよ。はい,はいはいはい。でそういう奴らって、あの、ちゃんと生活してるのなんて、もう、本当十分の一とかですよ。あじゃあ、ちゃんと、規則通りにんかない絶対いなくなる。 うん、もうほぼいなくなるんですよ<ー>手続きしないでつけちゃったりそれは事件に巻き込まれたとかじゃなくて勝手にそごうが悪いだけで,でそこうが悪いことも全然ありえないす、ね、ーええー、じゃあどうなんですかねでもまあ、うん、僕も楠木はちょっと怪しいとは正直思ってるんですよねう なんかそ、その、くつきが貧困ビジネスしてる、はい、ま、その、断定したらまずいから言う、あれですけど、はいはい、俗に言う、俗に言う貧困ビジネス的なことをしてたり、はい、NPO、NGO を傘にして、ね、なんかそういう、ね、あの、マイノリティからも吸い上げるみたいなことは、もう全国でみんなやってるから、で,かで、そういう建築会社に不良が噛んでてとかは、もう別に、優雅な事件と関係なしに当たり前のことっていうか、うーん。 そんだけの公共事業に介入できるゼネコンは不良の力絶対必要だし、はい、でそういうやつらが NGONPO で貧困ビジネスをするってなったら絶対地域の根強い不良との付き合いもあるし、はい、キリはないんですよねあー確かにあただ結衣<そ>が殺すかっていうと、はい、ちょっと俺はえー、何をしたのがそもそもユイガさんが殺された動機を考えるとちょっと材料が少ないかもしれないですね。 いやなんか案外俺もなんかそのリカピーがとかジミーがとかって変な形食べたことあるんでその情、はい、情報を情報をが寄せられてきてきかすけどまあ最近はさすがに情報がもうみんな停滞してきてるからあの似たようなのばっかで甘えてしてないですけどただあの話題になった当初は「まだ話題に出てないこの配信者が怪しいです」とか「y o をが襲ってますこの配信者」とか来るからうんと思ったんですけどただその中でまだ。 まだ出てきてなんでおとなしくしてんだろうっていうのが何人かいるんだよね。ちょっと荒っぽいので,、えー、でそういうのも動機としては全然まだあるしどうなんだろうってまあそのクジジャジャさんが言ってるバイト系も運び屋で中が大麻でなんだかんだとかって言われてるのも別にユイガの事件関係なしに何か大きい事件 なんだろうっていうのはあるんですよね。そっちはちょっとそっちのワクワクしてるっていうか、事件と関係なしになんかとんでもないことになってるかもしれないんで、ですよね、そのまあ昨日まああんま信じてないと思うんですけど、折田さんは、はい、宮尾くんわかりますか？はいはい宮尾くんですね。はい、まあ宮尾くんが昨日金林さんのところで通話で犯人は捕まったという証言をしてて、へ、でまあこれは見ましたねそれ。あ見ました。 でその DM の部分でやり取りしようとしたらなんかブロックされているとえその犯人とあの結賀さんのツイッターの DM とやり取りしようとしたら2日前にやろうとしてたんだけれど2日後でまたやったらブロックされてたっていうへ<ー>っていう証言がありますのアカウントにブロックされてるってことですかそうそうです 一応確認したら大丈夫だったんですけど2日後にはブロックされてたっていう証言があるんですよねだから携帯は犯人は持ってるんじゃないかっていう部分で携帯警察署じゃないですかいや携帯は俺犯人持ってると思いますよまあ持ってるというか捨てたっていうか弁樹太郎が電話したとかもなんかありましたもんね あれはなんか間違い電話らしいですけどね。んはい。なんかそういう話聞きましたけど。犯人が持ってたとしても位置情報で全部結がしちゃうから、シム抜いて、その隠蔽工作さえ終われば、もうシムを全部解けるまで燃やすはずですけどね、もし自分が持ってたら。ああ、確かに。まあでも、僕はあの、もしくは,、はい、はい。僕の記者、どうぞ。はい。 いいいですかすかません申し訳ない、まあ、僕はあのやっぱりリスナー説を追っていて<ー>やっぱ DM とか LINE とかの部分はまあ<え>そのこさんリスナーさんが頂い,いてて<ー>で12月の25日にいがさんが選,選んでいる鍵開かのオープンチャットがあるんですよはい、はい、その時に、えー、入っていた人からの情報なんではい、はい、俺はこの人は信用できると思ってます正直<ー>はい その人はそのコサンリスナー絡みがやってるっていう線なんですかそうですね。もうその線を追ってるって感じですね。<ー>はい、でも恨,恨みとか怨恨で言ったらその辺ですよね。金投げてた分ですね、めちゃくちゃ。 ユーダを押してね、だ、はい、からその海外から月一で送金があったって三証言ぐらいあるんですよ、四十万ぐらい。<ー>だからそれがクシさんの言ってるバイト代がどれでどうのこうのして入ってきたものなのか、TikTok の収益のことを言ってんのか、はい、あのエ<ー>スナーさんが本当にわざわざユーダのために、でもユーのためにそんなマンションの家賃払えて生活ね、コンジ付全部払えてみたいな金額をユーダのにそこまで投げるやつが。 いいないだろうと思って、まあ、その結構投げられていてなんか恵美太郎ちゃんと連絡したら羽振りはよかったらしくて10日間全部お金出してくれてたらしいんですっていやなんかね、はい、死ぬ直前も数十万とか普通に持ってたみたいですよまとめてあマジっすかじゃあお金はあったんですね彼。 だから俺はジャジャーと何かやってたと思うんですよね、闇4日に会ってた、会ってないとかを一回置いといても、それも別に、くしさん、とつくちあれないんで、ジャジャーさんが連絡取れればいいんですけどね、正直。ジャジャーはね、でもマジで帯広ではないにしても、初動帯広でその後移動したのかも分かんないですけど、交流が一回ついてるんですよ、間違いその先の続報がないから。ですね、くしさんも知らないんですかね、そこは。 クッさんはその件は喋れないですよ。あ、喋れない。あれ、ウさんには言えるのかなと思ってたんで。いや、あのね、えー、もう多分クッさんが一部とくんと帯広に行った時点で、多分そこにはジャジャはいないんですよ、俺の予想では。はいはいはい。で、その件もあの教えてもらえてないんですよ、クッさん自身が。あ、マジっすか、うん。アベッチの件もあってきてるから。ああ、そこまで知てる。はい。 ただ1回目初動で1回任意で行ってるじゃないですか帯広、うん、にくさんってます一、ね、回目一部とくんと別で、はい、その時はもうすごいジャジャさんと優雅の関係でジャジャさんの性格とかすごい聞かれたみたいですよあ警察から <laughs> うん。えー、じゃあジャージャさんいるんですねやっぱりただ2回目はさすがにもうアベッジの件で行ってるのと、はい、ジャジャさん自身がもう帯広だって共犯もいるじゃないですかジャージャにテイクはやつら45人うん。4, その中に一人不良も入ってるとかとる聞いたんですけど、はい、そいつらが45人でパクられたら帯広が同じ署に全員置くわけないんで道内にいろんな散らすんですよ共犯全員違う所にあそんなことあるんですねあもちろんもちろん同じ留置所内にだって共犯は絶対入れないんではいはいはい、はい、洗面の時とかにあっちゃうじゃないですかだってそれはなんか結託みたいな気をしてってことですね そそうそう<ー>調べるとき口裏合わさるじゃまずいから絶対散らす,んですよ5人いたら5箇所全部別々にするんで警察署って、はい、散らしてるんですね今じゃあだから道内のどっかにはいると思うんですよジャジャさんって、はい、いやー俺ジャジャさんがキーですねその闇バイト説は本当にいやしかもこれ、うん、あのめっちゃここまでがやりすぎだろうっていう仮説なんですけどはい <laughs> <で>か聞かせてくださいそれはこ<や>、はい、別に 全然言える範囲なんんでで大丈夫と思うあいいんですかすいません、はい、なんなかその大稲荷さんが、うん、覚醒中大稲荷さんが俺あのうんクシさんとかジャジャさんがいたっていうその謎の会社あありました、ねうんはい。それをなんか調べていくうちに謎の闇金にぶつかったんですよ、えー、でその、はい、でその謎の闇金が、えー、やってた運営してたツイッターアカウントまでたどり着けたんですよなんとか。 何か動画ではソフトヤミ金っていうとこまでは言ってたって聞いたんですけどですマジっすかでさらにそのソフトヤミ金の、はいえー、うちで借り入れできますよとかって歌ってるその、はい、ツイッターアカウントを見つけたんでそのツイッターアカウントの解析みたいなものをちょっと誰ができないかってお稲荷さんに頼んだら <laughs> なんかその。 大稲荷くんがこれってドメインがロシアですよとか言い出してロシアまで行きますもしかしたらこれは北海道とロシアの暗躍コネクションがいそこは世界まで行きますか <laughs> そう今日<ー>麻薬ビジネスが関与してるかもみたいなって言うわけで <laughs> それはちょっとドッピあと、ぶっ飛ばしすぎですねそれただこ、はい、れもうマジでなくはないんですよねあ、そうなんす 北海道って昔から、はい、あのロシアと貿易で覚醒剤とかの密輸してんですよ、えー、昔から本当にそうなんですかはいそうですよそうですよでアイヌとかそういうのもいるから結構ねその政府とかが役所が結構黙認してくれたりするんですよロシアとのそういう貿易をだからロシアネタのものとかキャビアとか、えー、麻薬とか違法のコピーのキャビアいわゆるイラクとか えー、バグダットとかのキャビアをもっと北海道に近い国のものに歌って、はい、ラ,ラベルだけ違うとかっていうものが大量に入ってきたりとかしてんです昔からそれでイクラに混ざってシャブとかイクラに混ざってシャブとかチャカっていうチャカも効きますねなんかねチャカもあれもバラした状態で、はい、こっちで組むんですけど、えー、あバラした状態でそう,そうです だから、そういう、そういう意味でも、はい、全員北海道じゃないですか、くしもじゃじゃンみんな。ですね。はい。だから、もしかしたら、北海道にたどり着いたロシアの物を、仲介、えー、役に闇バイトで,で、うん、レンタカーで運んでたらしいんで、レンタカーが必ず来て、はい、所定の駅や場所まで、青森だった青森、兵庫、神戸に自分ら身一つで行って、はい、あとはその誰かが迎えに来て、レンタカーで適当に、 うん、生,か生かされてでついた謎の指定されたオフィスとかビルの前に置いてくるだけだったらしいんですよ段ボールをおお中身は見ずに中身なんか見れないらしいですよあ<ー>はい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 だから案外マジでロシアと北海道の巨大、うん、あれの運び屋に使われてたからなくはないんでそ,そこまで,で <laughs> ちょっとただワクワクするだけになってる <laughs> そうそうそう、えー、家,が家が関係ないんですけどね えー、どんどんユ結賀さんを追っていくうちにロシアと日本の闇をそうそうとんでもないでも <laughs> ワンチャンありますもんねそういうのは北海道っていうのはそ,うそ,うそ,そっちはそっち、はい、でもそっちを追ってた方が面白いかもしれないですけど、えー、でも <laughs> 俺はその説もちょっと追お,おうかなと思った大ど「おいくん」とか聞いて。

っていうことですね、えーまあ、さっきの情報が結賀さんの最新情報と一緒だからもうそのままにしますけどまず第一印象が俺ねドキドキしてます今心臓はええー、瓜田さんと今喋れたんだというこのミーハーな心がドキドキしてます、えー、で瓜田さんの話もなんか理にかなってるなと思いましたね うんとりあえずり田さん的には闇バイト説を押してるんだよだからそこを追ってるって感じだねで瓜田さんもその真相深いとこまで潜ってで何て言うんだろうワワクワクしてる感じがある、ね、だから逆に瓜田さん心配なのがロシアとか日本のこの闇まで行っちゃった時に瓜田さん消されないかっていう心配も出てくるよね う瓜田さんいた今話もすごい分かりやすいよねおなんかすらすら頭の中に入るもんおやっぱりうまいね、うん、であと昔の瓜田さんのアウトサイダー時代を知ってるから怒鳴られてからの喋りなのかなっていうちょっと恐怖もあったんだけど普通に優しい 丁寧な言葉でね、言われたからよかった。聞きやすかった、めちゃくちゃ。いや、かなり頭いい人だよ。頭が。ええー。忖度してないよ、本当だよ。頭いい人だなーと思って聞いてたもん。紳士ウリタ田さんの YouTube、もう一回見,見直すか。とりあえず、 ヤミバイトトのアカウントだっけそれは分かったって言ってたよねそのアカウントをたどり着くとロシアにたどり着くわけでしょお稲荷さんの話を聞く限りだからロシアをちょっと追っていくかロシア、うん、とりあえず俺の知ってる情報を瓜田さんに渡すかいやワンチャンロシアもあるよねえ そのユイガさんは多分闇バイトのやつでもしユイガさん殺されたという部分を考察するなら闇バイトの人間にやられちゃった何かしらのしくじりでその闇バイトの先を追っていくとロシアっていうことになるんでしょ北海道でクシさんやジャジャさんを追うならねでロシアは昔本当にあったらしいからね茶官のやつで北海道の,あの知らないかな 何だっけなあの、警察官が、ヤクザとつるんでて、大騒ぎになった、古老の血だっけなんだっけなちょっと忘れちゃったけど。そう映画で見たことあるんだよ。その時、チャカをさ、売りさばきまくってたけど、自作自演だったみたいな時期あったじゃん。それがロシアと絡みがあったっていう映画で見たからね。ワンチャンあるよね。癒着ねそう。 映画情報なんだけどね。綾小路か。それだ。ええー。まあちょっとそこら辺はね。まあ、ウ田さん笑ってたけど、笑えなくなるかもしれない。追っていくうちにね。ただ、追いすぎると消されるから、ウ田さんも気をつけてください。お互いに気をつけましょう、ちょっと。っていうことですね。おはよう。 ちょっと今日は有意義なあのー、情報というか有意義な信仰を得たね。は <laughs> はい。ってことで、まあ、皆さん今日のふわっち大炎上ニュース終わりですありがとうございま <laughs> はい。 あ、本タイトルそうだ。忘れてました。じゃあ本タイトル最後言って終わります。ナイスは押せる人が押してください。じゃあいきます。ふわっち大炎上ニュース。本タイトル。とある配信者が永久版。はい。なんとあの女性配信者が永久版として確定しました。 それがこの方ですクレイジー,国て、えー・ワンワンがねえー、無期限ということになりましたはい 重大な利用,規約利用規約違反がある、あ,あったためアカウントを規制いたしますと。2024年の1月の、えー、1月30日かな、これ。ワンワン、A 番です。何したのいや、お酒飲んでたっていうか、その、特徴はないんだよ。うん。 まあ多分、不可思議ものに対してエッチしようっていう、そのちょっと、エッチな話したからなんじゃない原因はお酒らしいけど、おっぱい出したとかそんなんじゃないんだよ。多分、まあ、卑猥な言葉だったりとか、まあ、暴言とかそういうのがあったんじゃない理由はわからないです。はい、ただ、ワンワンが永久、まあ、版になったということですね。残念ながら。